アンブロッフォは、オーストリアの作家。ウィーンの富裕なユダヤ系の家庭に生まれた。長く織物工業に携わり、後に作家となった。ロベルト・ムージルと並んで、オーストリア・ハンガリー帝国の運だに大巨匠との評価がある。1938年、ナチスの迫害を避けるため、アメリカに亡命し、導部に在住、大作、ウェルギリウスの詩は、アメリカで出版された。 父親の経営する宝石工場で働く一方、ウィーン大学で哲学、心理学、物理学を学ぶ。この時期、ショーペンハワーらの影響を受ける。後に、家族の反対を押し切って、工場を売却し、再び、ウィーン大学の長講生として、数学、哲学、心理学を学ぶ。実務にも取り組む傍らで若くから、文学や哲学への関心を示し、雑誌に、 芸術評論や哲学的エッセイを発表し続けた。ジョイス、ユリシーズの毒薬本を読んで、大いに影響を受けるとともに、古今の文学に親しみ、1930年代に入って、第一作、無有の人々を発表したかく評価される。しかし、反ユダヤ主義の高まりの中、1938年に逮捕拘禁された。解放後、一時イギリスに亡命した後、 トーマス・マンラの協力でアメリカにわたる。1945年、このまま書き続けてきた、ウェルギリウスの詩の英語版と読語版が出版された。ウェルギリウスの詩は、ブルンデシウムに到着した古代ローマの詩人、ベルギリウスが遂行中のアエネーイスを抱えたまま、死ぬまでの18時間を作葬した想念と独特の筆致によって描き出した物語の大作である。 美的にではなく、倫理的に仕事をすることを、修正の課題とし、小説執筆にあたっての指針としていた。また文学活動の他に、群衆の心理をはじめとした数々の評論を手がけており、無有の人々をはじめとする小説にも、時代や社会などについての数々の考察を織り込んでいる。長編評論、ホフマンスタールとその時代では、風語本ホフマンスタールの活躍した。 多民族都市ウィーンの持つコスモポリタン性や文化の多層性とともにハプスブルク君主国の末期における時代状況をあらゆる価値や尺度が相対化される価値の真空と名付けて論じている。ありがとうございます。